は弊社が扱っている製品の中から裾上げテープを紹介したいと思います。裾上げテープはズボンやスカートの裾の長さを調整するために使うテープです。インターネットや通販で試着なしで洋服を購入したり、古着のリサイクルやお下がりをもらったりした時など、ミシンや裁縫道具がなくてもアイロンがあれば簡単にズボンの裾やスカートの丈を調節できて便利です。使い方を見てみましょう。ズボンを裏返し、短くしたい長さまで裾を折り曲げます。この時に待ち針などで固定をしておくとズレを防ぐことができます。次にテープを周囲で一周させ、最後が2センチ程度重なる状態でテープを切ります。カットしたらテープを水に浸し軽く絞ります。絞ったらテープの白い糸の入った面を下にして折り返しの境目部分に合わせます。ここでアイロンの登場です。アイロンは140度から160度の中温ドライモードにセットし、当て布をして内股の中心から接着させていきます。この際アイロンは滑らさず、上から体重をかけて圧着させるのがポイントです。一箇所につき20秒前後押し当てながら十分に接着してください。これで完成です。接着後は1日程度の期間を空けて、粘着剤が生地に馴染む時間を設けるようにしましょう。裾上げテープはカーテン、ベッドカバー、テーブルクロスなど洋服以外の布にも使用することができます。またカラーバリエーションもブラック、ホワイト、ライトグレー、ダークグレー、ネイビー、ベージュ、ブラウン、アースグリーンと豊富にあるので、生地の色に合わせて色を選ぶことも可能です。弊社営業担当までお問い合わせいただければ、近隣の取扱いホームセンターを紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。以上、裾上げテープの紹介でした。